はい、こんにちは。税理士川みなみの YouTube です。この動画は個人事業向け、自営業の方向けの内容になっています。ビジネスをするとどうしても必要になる経理の基礎や税金の知識、確定申告についての情報をなるべく分かりやすくシンプルに税理士が説明している動画です。この動画を見て、経理や確定申告の基礎を身につけ、次のレベルアップへの土台になったらとコツコツと配信しております。コメント、感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメントください。チャンネル登録ももちろんお待ちしております。よろしくお願いします。今日はね、やはり最近は新型コロナウイルスの影響により、その様々な支援や、情報、救済支援ですね、の情報がたくさん出ております。今日はその一つである納税を猶予する特例制度というものが、5月の頭にようやく決まったようで、国税庁のホームページ、財務省からのこれお知らせなんですけども、そちらの方から出ておりますので簡単に紹介したいと思います。まずこれですね、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に納税を猶予する特例制度ができましたよと、出ましたよと。これの最大の特徴はここですね、無担保の、延滞税なしですね。普通納税を猶予するときって、今まで納税を延期することはでき、猶予をすることはできたんですけど、延滞税がかかってたりしてたんですね。それが今回はコロナウイルスによって、その支払いが困難であるというような方に向けて、無担保、延滞税がなしですよっていうものになります。該当するところをちょっとチェックして紹介していくと、収入にね、相当減の減少があった場合には1年間ですね、国税の納付を猶予することができます。担保は不要、延滞税もかかりませんと。はい。で、対象となる方なんですけども、コロナウイルスの影響により、これですね、条件が収入が前年同期に比べて 20% 以上減少していること、これに該当する場合は今回の納税猶予のこの特例制度というものが使用できます。 2.1.2 一時期に納税を行うことは困難であることということですね。こちら 1.2 いずれも満たす方になりますのでお気をつけください。そして対象となる国税なんですけども、こっちは令和2年度の2月の1日から同3年の1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税、ほぼ全ての税目が対象になりますよと。そして上記1のうちすでに納期限が過ぎている未納の国税についても遡ってこの特例を利用することができます。その代わり注意点としてもね、申請が必要になります。手続きが必要です。これをしない と、特例制度受けれませんので、必ず申請するようにしてください。そして期限があるのでお気をつけください。令和2年の6月30日か、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要ですので、もしそう該当するということで特例を使いたいという方はすぐに税務署の方に連絡していただいて、申請の書類の方が国税庁のホームページの方にも出てるんですけども、そちらからダウンロードしてもちろん出しても構いませんし、税務署の方に相談してこの用紙ですよって言ってもらっても構いません。窓口に行く場合はコロナのねウイルスをもらうといけませんので、混雑しない時間帯であったり、なるべく電話で相談してみたり、あとはホームページを使ってダウンロードして、郵送で送るというふうな方法を取っていただければより安心かと思います。で、申請書の他に、収入やね、現預金の状況が分かる資料を提出いただけますが、提出が難しい場合は口頭でもお伺いしてますってありますので、結構柔軟に対応してくれてるなという印象です。もし該当する方があればぜひお使いいただければと思います。普通でしたらね、延滞税かかってきますので、そちらの方はかからないということで、かなりお得でもないですね。あと税金は後で払わなきゃいけない、猶予になるだけで免除されるわけではないので、そこだけお気をつけください。払うものは1年後に払わなければなりなくなります。そこでちょっとね、よくある質問がいくつか上がっているので、気になるとこだけ紹介していこうかな。事業にかかる収入とは何ですかって、お仕事されてる方ですよね、大丈夫だと思います。あれですね、黒字であってもいいですよと、収入の減少の 20% 以下をすれば利用できます。フリーランスの方ももちろん OK です。パートやアルバイトの方でも確定申告によって納税をされている方で収入減少の要件を満たせば対象になります。白色申告の方も、要件を満たせば対象となります。
ですね、あとは何だろうな、まあ、サッコーナポッテ説明しましたし、まあ、収入や現預金の状況が分かる書類とはどのようなものですか、まあ、例えばですけど売上帳や現金出納帳、まあ、預金通帳のコピーなどが該当しますが、書類の提出が困難な場合は、まあ、先ほども紹介しましたけど口頭で、まあ、電話でもね、あの状況をお伺いしますと。はい、でもしね、その収入 20% に減少していない場合ですけど、そちらの時に猶予はできませんかってことなんですけど、あ、こちらの 20% 減少に該当していない場合は、他の、まあ、今まである、まあ、他の猶予制度を利用することができます。その場合は、まあ、通常はね、年 1.6% の延滞税がかかりますけど、あの猶予はできます。はい、まあ、そちらも同じく申請が必要になりますので、あの申請書を税務署の方に提出する必要があります。そして猶予期間終了した後一括して納付しなければいけませんかという質問がありますけど、まあ、適用期間が終了した後に、まあ、分割納付をすることもできますよというご案内が一言添えてあります。ですので、まあ、一括ではなくてもいいですが、まあ、結局全額はきちんともちろんあの税金ですので支払わなければいけません。あとね、こちらですね、ちょっと小さくて見づらいかもしれないんですけど、この地方税や社会保険料についても、特例が今出てきてます。ちょっと近づけようかな。見えますかね。ここにアドレスがあるんですけど、地方税や社会保険料にても同様にこの猶予の特例がありますので、もしそちらの方も利用したいという方は、厚生労働省のホームページですね。社会保険料については厚生労働省のホームページ。地方税については総務省のホームページをご確認くださいということで、このようにアドレスが紹介されておりますので、まあ、Google なり Yahoo で検索していただければ、情報が出てくると思います。今日はね、こちらのね、納税を猶予する特例制度の紹介をいたしました。まあ、もしあのご利用するって方がいましたら、申請書の方も出していただいて、国税庁にその申請書の書き方っていうのもあの案内が載ってますので、そちらまた、YouTube の方の詳細のところのコメントのあの詳細のところにリンクをまた貼っておきますので、そちらの方から入っていただいてもいいですし、あの自分で検索していただいても大丈夫です。まあ、何かね、あのお役に立てればということで、ご案内をしました。やはりね、これからね、やっぱりそのコロナウイルスによる不況が来るというふうに言われてますので、あのどういうふうなね状況で来るかとか、そのいつ頃まで続くのかっていうのはちょっとね完全に予測することはできないんですけど、まあ、必ずきっと来ると思うので、まあ、皆さんなるべくその被害状況をね最小限に抑えるために、こういうコロナ情報による情報をあのアンテナを張っておく癖というかをしておくとすごくいいんではないかなと個人的に思ってます。やっぱりあのこれからね、もっともっと例えば予報が来た時に皆さん自分のことで精一杯とか、やっぱね家族を守るだけで精一杯というような状態になった時にね、やはりそのアンテナで情報を知ってるか知ってないかによってあの大きく、まあ、得をしたりどうしても損をしたりしてしまうことがありませんので、この、ね、制度知らなかったとか、この給付金あるなんて知らなかった、誰か教えてくれればとかいうふうなことがあのする出てくると思いますので、やはり自分の大事なビジネスを守るため、まあ、スタッフを守るため、家族を守るためには、情報にアンテナを張っておいてほしいなと、強く個人的に思っております。あの皆さんね、しっかりとアンテナを張って、なんとか自分のねビジネスを影響を最小限にする方法、まあ、もしくはねきちんと続けれるっていうような、情報を得る癖をつけておいてほしいなと思います。はい、税理士川南のね会議室のオンラインサロンの方ではもっとあの込み入った相談を受けたりとか、これからねコロナの状況、まあウィズコロナの世代でどうやってビジネスをしていけばいいのかっていうねヒントなどもね、あの毎日平日に私が個人的に Facebook グループで投稿しておりますので、そちらの方もぜひ入っていただけると嬉しいと思います。そちらの方のねリンクもぜひあのコメント欄に貼っておきます。コメント欄じゃないわ、 YouTube の詳細のところに貼っておきますので、ぜひご覧になって参考にしていただけると嬉しいです。じゃあ今日は以上になります。YouTube のねもちろんチャンネル登録もお待ちしていますので、どうかよろしくお願いします。いつも見てくださってる動画をね見てくださってる方、反応やね感想やコメントをくださってる方、あの全部目を通してますので、あの引き続きこれからもご協力していただければと思います。はい、では税理士川南でした。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。